八戸市発色センターの八戸ラーメン。八戸ラーメンとは、青森県八戸市で食されるラーメン。東北新幹線八戸期延伸開業を機に、地元で約70年余りの歴史を持つ、ご当地ラーメンを2002年10月より、市内の各店にて出している。八戸ラーメンは、八戸ラーメン会の登録商標である。 南部地鶏と白銀産の煮干しで出汁を取った特製の醤油味のスープで、長尾産の長ネギ、タ子産のニンニクなどといった地元の食材を使い、麺は手もみの縮れ麺が特徴。トッピングはシンプルなき、チャーシューメンマの組み合わせ。八戸ラーメンの販売開始5周年を記念して、誕生した夏向けの新製品で、タレに青森県産リンゴ酢を使い、具材をチャーシュー、卵、 トマト、キュウリ、もやしが基本で、麺に、レタスとワカメを盛り付ける。もともとは、新幹線八戸駅実行委員会が、東北新幹線八戸駅延伸開業に伴い、開発、復刻されたものである。八戸市では、昔から煮干しをベースにしたラーメンが食されていて、その起源は、大正時代に、中国人が、八戸で煮干し出しのラーメン店を開業したことに、 由来する。しかし80年代頃から煮干し出しのラーメンは次第に若者に敬遠され捨てれていったため新たに再評価のきっかけとすることも目的とした。開発当初は海鮮素材を使ったラーメンも想定されていたが最終的には煮干し出しのシンプルなスタイルに落ち着いた。なお、同時期に新横浜ラーメン博物館が企画し佐野ミノルがプロデュースした。 八戸市なそばがあるが、内容が異なりあくまでも、別個のものである。八戸ラーメンを普及させるため、2009年8月25日から、八戸市内の小中学校の給食で、冷やし八個中華が登場した。八戸市内のラーメン店にて食べることができるまた、自宅でも楽しめる、よう、土産用のものも販売されている。冷やし八個中華も、 八戸ヘラーメンを取り扱っている一部の店にて食べることができる。こちらも土産用のものも販売されている。ありがとうございます。